今日は息子に筋トレを教えたいと思います。はい。というのも最近腕立て伏せと腹筋を急にねやり始めて、うん、で、まあ、これで1週間ちょっと続けてるんですけども、まあ、最初はまあどのぐらい続けるか分かんなかったからやってるなと思いつつ横目で見てたんですけど、まあ、これで結構ね継続してるので、まあ、どうしたいのっていうインタビューをしたら、まあ、筋肉をつけたい、ちょっと細マッチョになりたいっていうことをね、うん、言ってたの であとやり方も教えてほしいというふうに言われたもんですから、まあ、そのリクエストに今日は答えたいと思うんですけども、はい。でまあ、僕の親バカ発言になっちゃうかもしれないけど、あの目から見てもすごいスタイルがいいなとは思っていて、うん、顔もねすごいちっちゃいね、うんうん、僕と違ってね、うん、そうねだから、脂肪も薄くてねすごい筋肉質だし、うん、まあ、トレーニングやったらいい体になるんじゃないかなとは思ってたので、だから本人からねそうやって言われたのはすごい僕にとっては嬉しいんですけど、うん、ってことでまあそのトレーニングのねやり方を覚えて体が変わってくれば、まあ、きっとねすごい本人も楽しく感じるんじゃないかなと思いますので、まあ、今日はその手伝いをできればなというふうに思ってます。はい。いや細マッチョってほどでないけど、うん、まあ多少胸筋つけたいっていうのと、うん、腹筋ちょっと割れるぐらいにはしたいなっていうのが、まあ過去にも僕に付き合って筋トレをこうね、うん、動画撮ったりしてましたけど、まあその時からだいぶ時間が経って、うん、まあすっかりトレーニングからはね離れちゃったんで、うん、まあ今はほぼほぼやってない状態と一緒かなと思うんですけど、まあそのね希望である胸筋をつけるための腕立て伏せっていうのを、まあ、ちょっと説明しながら、まあ、他にもできる種目があれば、まあ、伝えていこうかなという感じでお願いします。はい、やってみましょう。じゃあちょっと一回腕立て伏せやってみて、いつもやってるやついつもみたいに、うん、分かった。はい、OK。 まあ、でも最初見た時はねちょっと安定してきてるやっぱり、うん、まあ、あのね結構上手になっててびっくりした今だけど胸筋にこう大胸筋に効かせようと思った場合、もう少しねあの、まず手幅を広くした方がいいっていうのと、あと下ろす深さがちょっと浅いので、うん、もう少しね下まで下ろした方がいい。深くってことそう深く。であと手を結んだ線がこの胸の下のラインとね重なるぐらいのところに下ろすとよくて、でそれを、最後までずっとキープするっていうのがすごい大事だね、うん、なのでちょっともう一回やってみようか。まず手幅を、さっきこのぐらいだったでしょ、うん、もう少し広くする。うん、そのぐらいでいいと思う。そうするとね胸に効きやすい、うん、でさっき足こう開いてついてたけど、あの閉じた方がね負荷が強くなる。そう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 。でいいよ、もう一度姿勢作ってみて、こっから一回下にベチャッと潰れてみようか。そうってやった時にこの手と手を結んだ線が胸の下のラインと重なる。だから今ちょうどいいぐらい、うん、でこの時に背中をキュッと寄せて、で肩がねあんまりこう上がらないように、でこの状態で肘を張る、うん、この体勢に下に来た時になると胸が伸びるので、うん、こっから上げるっていう風にやるね。じゃあ行くよ。ちょっと浮かせて、こっから、はい、そこからスタートして、はい、こっから上げて、上げて行くよ。そう、そこから上げる、上げて、はい、そこからまた胸開く、そう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 、で上げる。そう、下ろす時は胸を地面に向かって、で、そう。で、今、顔の方が前出ちゃってるから、胸を地面に。そう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 。頑張れ。これができなくなるまで。そう。いけるいけるいける。そう。もう一回ぐらい行こうか。そして。いけいけいけ。上げる上げる。で、今ちょっと浅くなっちゃったでしょ。しっかり下ろそう。膝しっかり伸ばしてみて。そう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 。はい、OK。こんな感じ。効いてる感じする？めちゃくちゃ。めちゃくちゃ効いてる。なんでこれを繰り返していって、で回数ができるようになったら絶対効くよ。なるほど。これめちゃくちゃ効くもん。うん、で今1セットやったんで、これをちょっとインターバル開けてもう1セット。
やってみようか一回。うん、なんかね、ポイントは手幅と下ろした時に手を結んだ線が胸の下に来る。で、しっかり下ろすのと、あと下ろした時にこう背中が集まって胸をちょっと張ったような状態になる。この姿勢からちょっと浮かせて上げて、軽いもん。よし、同じ要領だよな。そうそうそう。で、手はね、ちょっとハの字にしたの。あ、まあ、そうそう、こんな感じで。一回潰れてみようか、ペシャって。で、この時にこの手を結んだ線が胸の下だから、もうちょっと上に体が、そう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 、こんなもん。うん、で、つま先しっかり立てて、で、体をピッと固めた状態に、そう。で、ちょっと浮かせて、そう。で、持ち上げる。よいしょ。そう。あ、いいね、いいね、いいね。ちょっと浅いぞ。はい。しっかり下ろす。そう。そう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 。胸を持ってこう、胸を持ってこう。そう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 。胸を下ろして、そう。胸から。そう、で持ち上げる。そう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 。胸から行くよ。そう、で持ち上げる。いけいけ。そうそうそう、いけるいけるいける。頑張れ頑張れ頑張れ。もう一回もう一回もう一回。胸開く胸開く。で持ち上げる。はい、オッケー。いいじゃんいいじゃん。うん。はい、でちょっと起き上がってみて。あ、やばい。そうね、めっちゃ効いてる。効いてる。オッケー。筋肉痛覚醒だもん。これをそうだな、まあ、15回ぐらいは目標。そうだね。まあ、あの今できた回数が伸びていけば、それだけ筋肉ってね強くなっていくから、まあ、その状態を目指していくとだんだんこうついていくんで、筋肉が。了解です。まあ、継続は力になる。もちろん。なんで、まあ今日やって例えば筋肉痛になったら、うん、筋肉痛が治った頃にまたやるって感じで、ちょっと後で映像を見直して回数ちょっと数えて、うん、でその回数を、まあ、1回でも2回でもいいんで超えるっていうつもりでやる、うん、けどこう浅くならないように、うん、1回1回しっかり下ろして、でしっかり上げるみたいな、まあ、そんな感じで更新し続けていけば、まあ、絶対そうだな、うん、つくんで頑張りますわ。頑張って。よし、じゃあもう一個、あの腹筋やってたでしょ、うん、そう、腹筋ね、まあ、それもちょっとやってみようか。まあ全然そんな普通によくあるさ、うん、こうやって横になってからこうやってやるだけです、うん、でもこう上げた後のこの止める頭の位置とかの定義も特に決めずにやってたから、あ、そうから、まあ、こんぐらい、こんぐらいまでしか上げてないっていう感じで、あ、そうです、それは全然いいよ。うんとね、上げるときにどうやって上げるかっていうと、お腹の筋肉を収縮させるから体が上がるっていう意識でやりたいから、うん、まあ、手はここにやってもらうか、ここからここに力入れてウィッと、で一番縮まったところをトップにする。だから頭の位置がどうっていうよりは、ここが一番縮まったところ、そう、そこからゆっくり押してきて、そう、うん、で、また持ち上げる、そうそうそう、で、あんまり手に力入れない方がいい、首に負担がかかっちゃうから、頭を手で支え、あ、そう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 、軽く支えるだけで、ここをギャー、そうそう、絞る、丸めて絞る、丸めて絞る、そう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 、で、この時にこう浮かしちゃうとこれ勢いになっちゃうから、うん、ここはもう固定、このままで、そこから、よ、もう一回。上げて、ゆっくり押す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 。そうそうそう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 。はい。息をつけない、息をつけない。ここの力で、ここの力で。頑張れ、頑張れ。せーの。そう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 。だんだん上がんなくなってくるから、そう、上がんなくなったら終わりなんで、上げる位置は、ほら。
さあ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 、ラサラサラサ、おいオッケー。やん。明日大変そう。もうきついでしょ。あ、めっちゃきつい。です意識するだけでだいぶ違うのかな。うん。やばいね。3倍ぐらい聞き違う。で、これで、今のでもね、いいんだけど、もうちょっと、今回数割とできたんで、腹筋をにもう少し効くやり方を、こいつをね、背中に敷くの。ここにこう、いう感じで、この丸めた毛布をね、置いて、うん、でそのまま仰向けになってみ。そうするとちょっと反るでしょ、うんうんうん、そうするとここが伸びるじゃん。あ、頭軽く持ち上げて、でこうやって手こう、はい、でこっから丸めてみ、ぐーっと、もうちょっとこうやって上がってきたら下ろした時にそうちょっと反るでしょ。でこの時に力抜かないように頭はつけない。あ、そう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 、でぐーっと丸めて、そうちょっと反るところまで下ろして。そう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 、で手はあんま力使わないように、そう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 、あ、ちょっと頑張れ、でゆっくり下ろして反るの、そう、そしたらはい、オッケー。いいって、やべえ、全然変わることない、やばいわ、あ、全然違うね。今5回ぐらいしか寝てなかったかな。あ、まあちょっとインターフル短すぎたんだよ、なんだけど、うわ、でこの方がより可動域が広がってお腹への、ね、刺激も強くなるんで、うん、まあ、腹筋のそうここがね発達しやすくなるんで、これもだから回数、さっきやった回数よりは、うん、普通にやるよりは減ると思うんで、まあ、それをだんだん伸ばしていくっていう目標でやるといいとね。わかりました。あとは栄養、うん、あ、そうだね、うん、まあ、食べ、うん、栄養面は大丈夫だった。でも割と食べてるね、タンパク質すごい、ね、この人ね、結構食べてるよね、食べてる食べてる、うん、え、でもこの今のちょっと直しただけで全然違うんでしょ。うん、やばい、やばいよね。じゃあもうこれから先がまたよりそうだね、楽しみだね、うん、はい、ってことで、あ、でもちょっとパンプしてる、おー、わからんくね。まあわからんと思うけど。張ってる感じするでしょ、ちょっと、うん、ね、見た目に少しポってなってるから、うん、でこのウエストが昨日測ったら61センチしかないんだよね。細い、ほんと細いっちゃ細いんだけど、まあね、この割と筋肉質だと思うんだよね、うん、うん、そうだね、ちょっとお腹やればね、してん、うん、ほら力やって、ほらだって、うん、ちょっと違うな。え、なんだっけ、ずれてない。こうやって後ろに体倒して、そうするとお腹に力入るでしょ。うん。でそのまま少し軽く腹筋やるみたいな感じで丸めて、で息ブーッと吐いてみて。ふー。吐きろ吐きろ吐きろ。吐きろ。そう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 。ストップストップストップ。ちょっと楽しみ。ほら。なあ、もう少し、もう少し、もう少し体を後ろに倒す。そうそうそう、そのまま。ふー。あ、そう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 、そのままそのまま、あ、そう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 、あ、割れた割れた割れた、本当だ、そうだね、今の力を入れると、うん、こう、硬くできるから、はいはいはい、こっち、これ、ちょっと、うん、相変わらずな。まあ、今日は胸と腹筋だけだったけど、うん、まあ、あとは、こう、他の部分、うん、昨日ね、どんな体になりたいかって写真見せてもらったんだけど、どんなん、どんなん、まあまあ細マッチョだったよ、うん、庄司の写真じゃなかった、日本人ではなかったけど、あ、でもそういう見せてもらった写真、ミキティーってあるのだった、うん、そんな体にしようと思うと、うん、まあ、他にも肩とかあと背中とかね、うん、つけていかないといけないんで、そうね、またそういう種目はおいおい、はい、頑張ってください、はい、はい、まあ、多分明日はね筋肉痛になってると思うんで、またそれが治ってからそうだね、頑張っていきましょう、うん、頑張ります、はい、はい、ということで息子に筋トレを教えてみましたでした、はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました、ありがとうございました。